どうも、外レシピの千秋です。さあ今日はですね、今イケてるアウトドア YouTuber さんに取材をしようということで、ハイエースで日本一をされているライクサタデーさんに取材しに来ました。今日はよろしくお願いします。お願いします。私たちはですねこのハイエース、ゴードミアのハイエースを使いながら日本一周をしている夫婦でございます。 YouTube チャンネルライクサタデーもやってますので、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。オープンしてすぐにいいと思います。今日は旅の途中のお二人を捕まえまして、ここは静岡県の大野寺ファミリーキャンプ場に来ております。はい、富士山バックにね、ぜひお二人のこのボードミラーだったり、旅の途中どのようにキャンプ飯を楽しんでいらっしゃるのかとか、前後編2本で、ご紹介していきます。では本日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ズバリゴードンミラーとは何なんでしょうか。ゴードンミラーっていうのはオートバックスのオリジナルブランドになるのかなと思うんですけど、オートバックスで発売されてる車になります。はい、ベースはトヨタのハイエースになっていて、それがまあ車中泊仕様にいろいろ改造されている車になります。はい、自分たちはこれに一目惚れして購入しました。はい、そう、ちょっと丸めでなんかレトロな感じがあって、この車に出会ってバンライフを始めるきっかけをくれた、そうですね、感じです。うん、車に出会って、そうなんですよ。はい、なるほど。私たち本当に車に疎くて、はい、動画でも出てるんですけど、AC ボタンも知らずに夏旅してたぐらい車に疎いんですよ。地獄です。なので、なので全然悩まず、即決というか、この車を見つけてバンライフというライフスタイルを知って、うん、やりたいっていう風になったので、本当一目惚れ、人生を変えてくれた車だよね。そう、はい、行きます。おお、暗いですか？大丈夫かな？大丈夫かな？すごい。これ、まあ、気になるのはこの真ん中の板なんですけど、うんうん、これはゴードミラー最初から？最初から。そうです、そうです。もうここ天井の板も床の板ももう最初からカスタムされているものなんですよ、ゴードミラーは。この状態で販売されてます。ちょっとなんかお家感があるよ。うん、と普通にご家庭で使われる普通の布団を寝心地大事だからね。うん、いいっすね。で、寝袋、これはスノーピークのグランドお布団っていう商品で、二人用のワイドシェラフ、はい、ワイドのやつの布団ですね。掛け布団、掛け布団、めちゃめちゃ暖かい。これがあればもう冬はいける、ね、マイナス10度の山梨も乗り越えられたもん。乗り越えたギリギリですけどね。裏ボックスバカでかい。もう本当にでかいですよね。イエティなんです。イエティなんですよ。これ妻が自分の誕生日に働いてた時にくれたんだよね。俺、そうなんです。私は本当はイエティの45です。ちっちゃめのやつが欲しかったんだけど、どうしてもこのタンドラがいいって言って。タイヤはかっこいいから。でも絶対でかいじゃないですか。絶対でかいよって何度も言ったんだけど、もう絶対タンドラっていうので、寝る時だからタイヤぶつかるんですよ。冷蔵庫がないから、うん、もうこのぐらい大きいぐらいのいいクーラーボックスを積んだ方が、うん、クーラーボックスを積んだ方が、まあ、夏とかね安心だよね。明かりもついてるんだよね。そう、明かりついて、あ、そうそうそう、あ、じゃあつけようか。これエコフローの EF デルタ。そう、よく動画にも出てきてるんですけど、必需品です、ポータブル電源は。これは必需品です。これがもうメインのポータブル電源で、 EF デルタ、容量多いやつで、ここにスイッチ、まあ、2つあるんですけど、そのうち1個がここにあって、これも車についてるやつ。これをつけるとこんな感じで明かりがつきます。お二人のチャンネルでなんか夜のシーンとか出てくる、はい、あれってこの明かりが。そうです、そうです、そうです。めちゃめちゃ明るいです、真っ暗なところでやると。そうなんですよ、シェルフコンテナがもうちゃんとこう下にねぴったり入るんだよね。そう、これはね、これは入るかどうかドキドキしたね。そうそうそう、最初バランする前から持っててね。持ってたんだけど、計算して買ったわけじゃなくて、かかったかのように。そう、すごいですよね。よかったよね、こんな感じで。うん、まあ、ちょっとこれあれだけど、こっちはもうガジェットとか、本当にそれこそガス缶とか、まあ、撮影機材とかが入ってるんですよね。うん、三脚とかランタンとか。こっちはこんな感じで、はい、これキッチンツールが基本メインですかね。ザザッと入ってます。はい、いただいた。はい、あー、もうシャラ丼ぶりもここに収納させていただいてます。ここに収納しております。
2つ使えます。あ、いやもちろん、すっごい便利です。このサイズ感いいですよ。 あと料理中によく使います、私。あーボールボールボール、すごい PR コメントです。皆さんどうぞ。では奥がちょっとここ、こんな感じで、これあのゴードミラー製品です。ちょっとこれ、あ、なんて言うんでしたっけ。そうですそうですね、コンテナ、うん、なんかこれ最近出たやつなんですよ。そうなんですよ。前までなんかゴードンミラーのこれこのタイプ売ってたんですけど、もっと高いやつとかが売ってて、はいはい、この下に入らないみたいな。あ、なるほど。だからゴードンミラーが多分この下に入るやつを新しく作ってくれて、それを今販売されてる。そうなんです。でこれかっこいいですよね。これめっちゃ好き。これ気に入ってて、まあ、これにはもう本当普通にこういう、あのもう除菌シートはもうあればあるだけ、そうあればあるだけいいということで、めちゃめちゃ、これはあの実家帰った時とかに親が買ってくれるんですよ。タープとか椅子とか、まあ、机とか、まあキャンプギアがここの左奥にガーって入ってて、あとあそこに焚き火台とかも入ってます。あ、ほんと結構入りますね。そういや、めちゃくちゃ入りますよ。とかあのスノーピークの雪崩園もあそこに積んであります。あー、ほんとだ。じゃあ本当生活感がすごい。はい、フリマの服屋さんです。ダウンとか羽織るものとか基本的にここに置いてみたいな感じで、ね。そうですね。うん。あとこれはソーラーパネル？あ、これソーラーパネル。あのポータブル電源の。ソーラーパネル。こういう天気の日とかだったらね、これでも結構たまるんですよね。そう。ここにこう置いて。置いて、もう上に。これって後付け？あ、これオプションで付けました。 でもそうですね、コードミラーで付けてもらえ、付けて納車してもらえるんですよ。ルフラック、これは付けて本当に良かったよね。良かった良かった。なんか本当は花火大会をこの上に乗ってみたくて、日本の有名な、だけどね、全然やらなかったから、やってないじゃないですか。まだその夢は叶ってないけど、まあ来年の夏ね、新潟の長岡とかの花火をこの上で見たいなって。あ、素敵ですね。そう、プロジェクターもあって、うちこのプロジェクターでちょうどこのスクリーンがね、そうハイエースにジャストサイズぐらいのスクリーンなんですよ。で上のレールに引っ掛けて、はいはい、こう下ろすと、カーテンレールに引っ掛けて、そう、これはちょっとどうしても映していただきたいんですけど、3人目のライサタ、これはあのトラチッチというキャラクターでございまして、はいはい、あの私があの男はつらいよが大好きなんですよ、はいはい、なんでそれのトラさんとあのモンチッチがコラボしたぬいぐるみです。なるほど。だからっていう話で、まあ男性は何て言えばいいのか分かんないところだけどね。まあ一応トラさんも風天なので、まあ我々も風天みたいな感じで、こうやってお守り代わりに、もういいんじゃないですか。いつも持って長いけどね、はい、トラチッチのくらい取れましたか。意外とだから多分バンライファーの中でそんなに俺らどうなんだろう、車内がそんなに DIY とかもされてるわけじゃないし、そうなんですよ、結構シンプルだよね、これ上とかはね、はい、棚があるわけじゃないというか、基本的にベッドキットのみの、そうそうそう、シンプルな内装で、うん、この網ネットは、あ、これ、あ、これはつけました。あ、そうなんです。この UI ビークルっていう、ハイエース用、そうです、そうです、そうです、で、あの虫除けネットで、これ超良くて、そう、つけるとパラーって出て、でこうチャックで、めっちゃいい、めっちゃ良かったんですよ。てかこれがないともう夏無理です。無理でしたね。虫がリアにもついてるし、横もう一個の横にもついてるんだけど、もうこれでも虫が来ない。そう機材、ね、あ、そう気になる。これ撮影機材、これ撮影機材、もううちら一個しか持ってないんですよ、カメラ。そう、これを持って一緒にこう旅して、なんかこんな感じでこう撮りながらさやってるから、めっちゃ浮いてます本当に。マイクもつけっぱなしでこんな感じでやってて、そう銀のこれあの無印良品のあるやつ、はい、アルミのボックスで、これはあのスパイスボックスで、私があのよく使うスパイスを入れております。もう下に炊飯器あったりとか、あ、炊飯器があったりとか、もうこのスパー下にすると、あ、テーブルです。で、こっちにも座れるし、まあ、このソファーをこの荷物がどかして、ソファーの形にするとこっちにも座れるしっていう感じで、テーブルモードにできるっていうのがすごい便利です。めちゃくちゃいいですね。いいですね。まあ本当にこうお金とか時間とか、今
お互い仕事してるとかそういう環境関係なしに一回やりたいことなんだろうみたいなのを2人で話し合った機会があって、その時にいろいろ世界に旅してみたいとか日本いろんなとこ巡りたいとかいろいろ出てきたんですけど、その中の一つがバンライフだったっていうのがあって、どうすればバンライフできるのかっていう、そこからいろいろ考え始めて、で YouTube とか始めたりとかしながら実際にバンライフを始めたっていう感じだね。そうですね。キャンプを始めたきっかけは、私たちビート内藤さんっていう、ね、YouTube チャンネルやられてる方が大学生ぐらいの時だから4年前ぐらいかめっちゃ見てたんですよ、にすごい2人でハマってしまって、でその人のキャンプ動画に憧れて、すげえかっこいいって言ってて、ね、そうです。でキャンプを始めたのが、キャンプの最初だよね。そう、将来に悩んでた時に2人でなんかゼロから考えた時にね、旅したいってなって、それでインスタグラムも私がキャンプギアとか見てたらゴードミラーの広告が出てきて、でうわバンライフめっちゃ楽しそうってなって、バンライフっていうことすら知らなかったんでその時はね。そうだからこんな生き方あるんだってすごい衝撃を受けて、旅しながら暮らすにもお金がね稼ぐツールがないと貯金切り崩し限界があるよねって言って、じゃあ YouTube そう、ちょっと本気でやれば頑張ろうって言って、いつかこう旅が仕事になるのかなとかも考えていろいろやってみた。それで1年間 YouTube 真剣にやってね。そうだからバンライフ始めるまでに自分は1万人行くと思い込んでて謎の自信があったんで、で蓋開けてみたら2500人で、あやべっとか思ってたんですけど、もういいやと思って始めたんだよね。そうですね。チャンネルとか2500人で始めたんだもんね。そう1月1日に旅をスタートして、今思えば考えられないですけどね、なんであの時あんな自信あったんだろうと思うけど。最も印象に残ってること、一番印象に残っているのはヒグマに会ったことです。それか。ガチの北海道の知床でね。そう、もう目の前にとんでもないでかいヒグマ出てきて、すっごいびっくりしたよね。びっくりしましたね。あれは。でなんか地元の方に聞いたら、もう何十年生きてても一度も出会ったことないみたいな、かなり貴重な経験だったみたいで。そう、特に距離が結構近かったんで。そうですね、なんか可愛かったけど、可愛いとか言ってこうずっと写真とか撮ってるのは本当に人間とクマの関係を近づけちゃうからダメっていうのを地元の人に教わってたので、そう我々はもう静かに、なんか後々そうやって、ね、人間慣れしちゃうと被害受けるのは地元の方みたいな、見れたらラッキーぐらいな感じに思っちゃってたけど、もう会わないように生活してるので、地元の方々は極力そういうのをね、そういう地元の方々の話を聞いて初めて知ったりすることも旅してる魅力かなって思うよね。それも発信できるしね、俺らがね。それも YouTube の魅力だよね。ゴードミラーはヒグマからも守ってくれました。守ってくれました。いやー本当いいやつだな。楽しいですね本当に。これから南下していこうかなと思ってるんで、関西とか、四国とかそっちの方に行こうかなと思っているんですけど、毎回そうやって言って全然違う方行ったりとかするから全然決めてないんだよね、ルートもね。旅のスケジュールはね、難しいから、なんとなくなんかするかなぐらいの感じです。はい、何が起こるかわからないのが今は楽しいので。結構後のこと聞かれるんだよね、食べ終わった後どうするんですか聞かれるけど、やっぱそれは決めて旅に出てないのでね、わかんない、やっぱ出会う人とかといろいろ変わってくるから、そうあんまり先は、もともとあんま先のこと考えるタイプじゃないよね。考えたらできないかもしれない。今はもう一日一日そう一緒だよね、その、今を乗り越えるのにっていう感じで。はい、じゃあお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今を生きるということで、かっこよくまとめてくれた。で、この後ですね、ぜひ外レシピなので、キャンプ飯という形で、お二人の場合はこう車中飯っていう考え方もありますので、ぜひそのあたりのね、おすすめの調理ギアと一品をご紹介いただきたいと思います。はい、はい、そちらは後編の動画でご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、あとは2人のチャンネルぜひヒグマの話は出てます動画でチャンネルでありますので概要欄に貼っておきます。はい、また SNS のフォローもですね、ぜひお願いいたします。お願いします。はい、ではそれでは次の動画でお会いしましょう。バイ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 。